こんにちは、ウニです。最近本は読んでますか？時々本の紹介をしていこうと思ってビデオをスタートしました。最初の一冊目どうしようかなって思ったんですけど、やっぱり一番推したい本ということで自分たちで作った本です。この目力つよつよの人が表紙絵のルルルルンボリューム4付箋ということで、付箋ついてますね。この付箋をテーマにして3人のメンバーで小説を書きました。小説アンソロジーですね。ちょっと中をめくっていきましょう。目次から、まず最初に私ウニが書きました。例えば鯨骨生物群衆という小説です。このクジラの絵がすごく気に入ってます。これはあの表紙の絵と同じというか、まあこのルルルルンに出てくる挿絵は全部そうなんですけども、群馬県桐生市で活躍されているイラストレーターの唐沢達彦さんに、今あの選挙みたいになりましたけど、唐沢達彦さんに描いていただいてます。このクジラの顔が私にちょっと似てるっていう風に他のメンバーから言われて気に入ってます。かっこいいです。クジラの骨の話はしてないんですけど、ほとんど。でも全体を通して読んでいただくと、あって思うところがあるかもしれないです。最初の一文だけ見ましょうか。あ、この四角はあの誤植じゃないです、わざとです。これ僕が好きなエピソードなんだけど、ポストイットってさ、もともと 3M の社員が強力なノリを作ろうとして失敗してできたんだよねっていう、あの男のセリフから始まってます。 3M のエピソードは私が大学生の時にあの教科書で読みまして、2000年、いや99年か、あれ、まあ2000年前後だと思っていただいたらいいんですけど、その時はね、確か、あ、これ全然本と関係ない話なんですけど、ベンチャー企業、ま、を、支えるにはみたいなテーマの授業でしたね。面白かった、あれ。ベンチャー企業入りたいなと思って、でその時にドトールでバイトしてたんですよ。で社員さんに就職どういうの考えてんのって聞かれた時に、ベンチャー企業に入りたくてって言ったら、あ、うちもベンチャーだよって言われてそっかと思って、ベンチャーかドトールってって思いました。はい、次の小説は3月クララさんの影は夜自由な透明になる。これモビールみたいなこう人物がぶら下がっている扉絵なんですけど、これも読んでからまたこの扉絵に戻るとはって思います。で、私はこの小説のその場面がね、目に浮かんだんですよ。というのは、私が一時期住んでいた町にすごくイメージが重なるところがあって、でまあ答え合わせをすると正解だったんですけれども、なので自分の思う
街を想像しながら読むと、うん、すごく楽しいと思います。でね、これはね、ちょっとこう粘着度が高い付箋の話ですよ。うん、あの読者からはね、怖いとかうん、言われてるらしいです。うん、なんて言われてたっけ？なんて言われてるんだっけ？うん、あの私たち爽やかな青春小説は書けないので、基本的にドロッとしたものになるとは思います。これも一行目。3月クララさんはね、小説を、まあ、何作か読ませてもらっていて、一緒にやっていて、非常にその映像作品っぽいというか、頭の中に映画ができているんじゃないかなって思うような展開の仕方で、それがあの楽しみの一つだと思います。その小説アンソロジーを読んでいく中で。はい、じゃあ一行目読んでみましょう。目が覚めると真っ白だった病室の壁が、あ、もう一回読もうか。目が覚めると真っ白だった病室の壁が青白く発光していた。もうちょっと読もう。四角く切り取られた窓だけは青黒く、時折淡いオレンジ色の光線が翻り、あ、ちょっと待って、これ翻りでよかった。あらゆる物体にぴったりと寄り添っていた影をおびき出す。あー、ちょっとこれさ、影最初から出てきますね。というのは、あの本好きはそうだと思うんですけど、みんな読みたくて読みたくてザッザッザッって読んじゃうんですよね。朗読しなきゃダメだわこれ。なんかあの楽しすぎて先々読んじゃうから、私はよく紙をこうここに置いて先に読まないように隠して読んでるんですよ。もう楽しみすぎてここ読んじゃうんですよ、先に。ここ読まずに。はーって読んでて、はーって読んじゃうんですよ。ちょっと待って。朗読しないかんな。あー。これはね、あー、挿絵見せたいんですけどね。ネタバレになっちゃうからね。で、まあ、小説集なんですけれども、なんかがっつり小説っていうのもしんどいかな、みたいな。私たちのサービス精神が発揮されまして、途中であの旅日記書いてます。これは、ルルルルンは旅をする、でも友達ではないということで、写真たっぷりに、これあの私たちの写真もちょっと載ってます。微妙に隠してですけども、あんまりね、あのたくさんね、ピースみたいに載せるようなあのキャラでもないので。で、唐沢さん、この扉絵を描いてくれた唐沢さんの作品もこういう風にあの見に行ったんですよ、群馬県に。その時の思い出も描いてます。はいはい、3番目の小説、30年300年永遠、加藤博美。はい、猫と付箋ですね。で、これはというよりノートだよね、これね。この扉絵はすごく可愛いかもしれない。で、読んでいくと、これはね、このね、小説はね、正直説明はしたくないです。読んでほしい。あのというのは、私やクララの作品よりももう少しその仕掛けているところがあるので、これはね、ご自身で読んでほしい。じゃあ最初の方だけ、冒頭だけ読みましょうか。これちょっとピント合うかな。まあいいか。川の近くに住む、それは多くのものにとって魅力的に思える環境である。はい、もうちょっと読もうか。常に流れ続ける川は循環を意味し、悪いものや不浄なものを溜め込まず、清潔な生活の象徴に思える。うん。不浄なものを溜め込まない清潔な
生活の象徴に思えるってことはってことですよね。で、この川というのもキーワードで、私たちこれ、ね、ルルルルンボリューム4、これ4冊目なんですけれども、4号、3号、2号、1号と、で、どこからかこの加藤博美は川のことを書き始めているんですよ。で、そういうところを気にして、気に入ってくださった方はね、読んでもらうと、それがね、面白いですよね。ちょっとね、あんまり説明はね、ちょっとできないんですよ、あの作品については。で、読者からも SF ですかとか、で、そう言われたらそういう話あり得るかもしれないとか、うん、あのね、人と話したくなる、読んだ人と話したくなる。だから3月クララの作品があんまり人と話したくない、自分のチブみたいなところに対して、加藤博美の作品はあれどう思うみたいな、ああいうのだったらあんたどうするみたいな、あのそんな感じの、あの語りたくなる、うん、作品だと思います。はい。で、最後に企画として、ルのないところで付箋を剥がせということで、この3作品をいち早く読んでいただいて、今回イラストを描いていただいた唐沢さんと、それから栃木で、Go On っていうウェブマガジンを立ち上げてらっしゃる、牧田さん、それから群馬にお住まいの読者増原ゆりさんを、お呼びして、というか、まあ、集まっていただいて、こんな感じで読書会していただいてます。はい。忌憚なく、忖度なく、容赦なくやってくださいということで、読んで感想を言って、お互い語っていただきました。うん、これもね、これはね、私たちはすごく楽しいんですよ。書いたものに対して、なんて言うんだろう、話していただいているから、うん、でもこの読書会についての感想も聞きたいなと実は思っています。やっぱり本はいろんな楽しみ方あるんですけど、楽しみ方の一つとして読書会があると思っていて、読み込みが深くできるとか、あとは声に出して読んでみたりするとか、一人ではできない読み方ができるというのがあるので、うん、まあそういうふうに思うかな。はい。で、あ、最後にルルルルンのこの本にはこうやってサウンドトラックついてます。面白いよね。これは3月クララが曲をセレクトしてくれました。で、Spotify とか Apple Music で聴くことができます。はい。というわけで、ちょっと今日は実験的にやってみたので、まずは自分たちで作った、本を実験台にして動画を撮ってみました。購入方法なんかはどこかに書きます。はい。じゃあ聞いてくださってありがとうございました。